さあ始まりました、元女子を飼ってる男のガールズトークセカンドシーズン、メインパーソナリティの牧と清澄です。よろしくお願いしま す。さあ7月の前半ですね、はい、前半ですね。ちょっと前回の放送から感じたことがあって、うんうん、あ急なんですけど感じたことがあって、あの前回、うん、ほら生まれた子供に、うん、お父さんにですかお母さんにですかっていうのを あんまり言わない方がいいんじゃないっていう話をしたと思うんですけど、うん、まあ、無事に僕たち夫婦の子供が生まれて、うん、まあ、友達とかに、うん、子供を合わせに行ったりとかしたんですね、うん、先月ぐらいに、うん、でそれはまあ事情を知ってる友達は、うん、別に僕と血がつながってないことは、うん、子供と僕が血がつながってないことは知ってるから、うん、まあ、別に普通に、あ、可愛い、知ってるからっておかしいか、うん、知ってるけど、関係なくね、関係なく、うん、可愛いねって言ってくれて、うん、まあ、事情を知らない、例えば友達の旦那さんとか、友達の奥さんとかも会うわけですよ。うん、でそういった方々に、うん、あ、可愛いねって、どっちにとか、うん、どっちに似てほしいとか、うん、言われる場面が実際あって、あ、やっぱりそうそう、あ、これかって思ったの。そう、結構ね、結構な率で言う。そう、なんか僕たちも逆の立場だったら、うん、結構言っちゃうことあるなってやっぱり話してて思って、でもいざ自分が言われる立場なった時に、うん、自分も、うん、あ、言われたって思ったし、うん、まあ奥さんも思うし、うん、むしろ友達、事情を知ってる友達、うん、その場に事情を知ってる友達にも気を使わせちゃうなって思って、うん、なんか一瞬コールそう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 みたいな、そうそう、あ、来た来たみたいなのがあって、なんか申し訳ないなって思う気持ちと、うんうん、まあでも別に何だろう、引け目を感じてるわけではなくて、うん、まあ、しょうがないなって思う気持ちもあって、うんうん、なんかそこに関してはやっぱり理解をしてほしいとかっていう、そういうわけではないんだよね、うん、でもまあ知っていってもらえたら助かるな、ありがたいなって、うん、いう気持ちがすごいその場で感じて。マキさんその時に、うん、どういう答えをしたの？あ、もう本当に奥さんになんですよ、子供が、うん、断然奥さんになんですよ、ね、僕の血が入っていたとしても、ね、うん、この顔はもう完全に奥さんになっていう顔なんですよ、うん、今の子供が、なので、うん、もう即答で奥さんにだねっていう答えがそうできて、そっか、そうそうそう、そういう意味では、そういう意味では、まあ、まあ答えやすいっちゃ、そうそうそう、うん、それでもしその提供者側の、うん、まあ、方に似てたとしたら、うんうんうん、で似ててもいいと思うし、うんうん、そうだよね、似ててもね、似てもいいと思うんだけど、うん、その時に自分だったらどうするかって言われたら、うん、まだ答えは見つからないかもしれない。そうだよね、難しいよね。そう、難しい。でもやっぱりある、言っちゃう。言っちゃうよね。うん、実際見たら僕らでも言っちゃうしね、うん、言っちゃうねって思ってさ、これかって、うん、なんか本当に何だろう、嫌なわけじゃないし、うんうん、後ろめたい気持ちがあるわけでもないんだけど、うん、答えにくい、あ、そう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 、で周りにも申し訳ない気持ちがすごくて、うん、っていう経験談でした、うん、そう、なんか別に何だろう、理解してほしいとか共感してほしいっていうわけじゃないんだけど、はい、ちょっと泣いちゃいました。はい、実はですね、実はですね、今ちょっと子供が現場にいながらちょっと収録させてもらってるので、マキジュニアがいます。あ、そうそうそう。ちびまき、略してちまきがちょっと今起きちゃってて、抱っこしてあげても。でも落ち着いたから収録続けましょう。続けましょう。ちょっとまたギャン泣きしたらちょっと抱っこしながら収録します。はい、はい、さっき抱っこさせてもらってましたね。そう、それでね、はい、あ、全然あれなんですけど、はい、僕がなんかツイートしたのが、うんうん、すごい僕の中でバズって、うん、すごいバズったツイートあった、ね、すごいバズったツイートだったんですよ、うん、なんかそんなになんかフォロワーさんが多いわけじゃないので、うんうん、いいねって言ってもそんなに、うんうん、そんなに一般人だし、うんうん、一般人だし、うん、ないんですけど、うん、実はいいねが、うん、いくつ、1500件超えた。すごい。で、リツイートが約150件のリツイートになった。ツイート。めっちゃバズってるじゃないですか。そう、めっちゃ、僕の中でもめっちゃバズった。いや、普通にバズってます。バズってます、それは。これ読んでもいいですか？え、どうぞ。で、ツイッターの内容を、ね、読みますね。はい。やっぱりさ、元女子のゲイってイメージできないんだろうな。うん、今日も、恋愛対象が男性なら、ボーイッシュな女性で良いのではって言われてしまった。うん、ゲイなんですよ。
ガチムチ好きなゲイなんですよ。たまたま体が女性なだけでって言うじゃん、うんうん、バズりまして、うん、結構肯定的な意見、応援してくれる意見っていうか、コメントがすごく多くて、あと、そういう人がいるんだって初めて知りましたっていうコメントも、うんうんうん、もらいました。うんうん、で、あと、やっぱり同じように、元女子ね、FTM で僕もゲイなんですっていうコメントの方もいらっしゃったし、うん、あと、ゲイではないけども、やっぱり、なんですか、FTM の人と、交際していて、うん、やっぱりいろんな人がいるっていうのをみんなに理解してほしいですね、みたいな、コメントが圧倒的に多くて。ありがたいね。うん、ありがたかったです。ちょっと僕も、うん、僕も見させてもらって、そのツイートは、うん、やっぱその引用リツイートとか、コメントに関して、うん、あ、そういう人もいるんだ、勉強になりましたとか、うん、そういう方がすごい多かったなって、多かったですね、うん、印象でしたね。うん、ただ、中には、なんか、なんで理解してほしいって思うのみたいなコメントを、やっぱり、ちょっと否定的な感じの、LGBT に関してちょっと否定的な、なんでこう理解を強要するのみたいな感じの、コメントされる方もいらっしゃって、で、僕的には別に理解にして、理解は難しいと思うんですよ。そうだよね。うん。理解、ある程度、なんか、そういう人がいるんだって知識として知ってもらいたいっていうのはあるんだけど、うんうん、理解のその先ですね、共感は無理じゃん。そうですね。そう、僕がそのガチムチの男性俳優とか好きで、うん、マキさんにこの人めっちゃかっこいいねよって言ったってマキさん共感できないじゃん、うん、かっこいいとは思うかもしれないけど、こう恋愛感情としてるわけではないと惚れるわみたいなのが、うん、やっぱりこうすごい仲良くて、うん、FTM 元女子同士でもそれは共感できるじゃん、うん、感覚が違うから、うん、でましてやゲイでもなく、元女子でもない人が元女子でゲイを共感できるかって言ったら、うん、まあ無理、うん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 、だから別に共感はいいんだよね。共感、そうだね、共感はしなくて、共感はしなくていいし、なんか理解も理解って、うんっていう感じじゃなくて、うんうんうん、なんて言ったらいいの、そんな人もいるんだねぐらいで、うんうんうん、いいかなって一番き泣いた泣いたいけるか、いけるまだいける。そうそう、だからなんか理解してほしいわけじゃないんだ、うんうんうん、なんかそんな人もいるんだねってほっといてほしい、うんうん、かなって思った。うん、別にそのツイートもさ、理解してほしくて発信してるわけじゃない。あ、そう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 、あの、自分の心の、そう、思いというか、嘆きじゃないけど、そうそうそう、やっぱりそう思われちゃうんだなっていう。え、連れてきて、連れてこよう。モザイク編集、ちょっとすいません、抱きながら、今、2ヶ月ぐらいかな。まだ首が座ってない。そうですね。うん、そうそうそう、だからそのツイッターもさ、うん、やっぱりさ理解してほしくて、うん、理解してほしくてツイートしてるわけじゃないから、うん、まあ、まあ、中にはね理解してほしいっていう方もいると思うけど、うん、僕は理解じゃなくて、うん、なんか知ってほしいのは知ってほしいけど、うん、そういう人がいるっていうのは知ってほしいけど、うん、その攻撃的な差別、だからといってなんか気持ち悪いとかっていうのは、やっぱりちょっと傷つくけど、うん、そうじゃなければ、うん、でいいかなって、うん。確かに。そういう人いるんだねって。あ、いろんな人がいるんだねで、僕はいいかな。なんか頭の片隅に、少しでも、その人の、うん、なんだろう、考えというか、うん、こういう人も本当に存在してるんだなっていう、うん、まあ、知識なんだりとか、うん、存在なんて言うんだろうね。知識なのかなっていうのがあれば、やっぱりその見方とかって変わってくると思うし、いろんなことに対しての、うん、それだけなんだよね、うん、我々が。そうで、枠を外してほしい、枠、その、例えば僕が男性が恋愛対象ならば、うんうんうん、
イコール女性ではないよっていう話で、あ、性自認が、そう、性自認が、うん、性自認もそうだし、からたまたま体は女性だったけど、うん、だからといってその、うん、男性が恋愛対象ならば、うん、女性のままで過ごしたいかって言ったら、うん、やっぱり男性として男性と恋愛をしたいんです。そう、女性ではないというか、そうだよね。そうそうそう、女性として男性とお付き合いするしたいわけではない。したいわけではない。でもなんかやっぱりその難しいと思う。FTM ゲイさんがよく言われるであろうなって思う言葉って。うん、男の人が好きなんだったら女のままでよかったじゃん、うん、あ、そうそう、女のままでよかったんじゃないってよく言われてるイメージがあって、うんうん、ちょこちょこ言われる。そうだよね、うん、で、確かにね、確かにねって言ったらあれだけど、うん、マジョリティとマイノリティで考えたら、ゲイの人たちも、うん、ま、もうって言ったらあれだけどマイノリティなわけで、うんうんうん、ってことは、そうで、ゲイの中で FTM、元女子のゲイをさらにマイノリティじゃん、うん、で、そこでお相手を探すっていうのはかなりハードルが上がる。そういう意味で言ったら、それはね、女子の方がねって有利だよって思うわけ、うんうんうん、で、女子で男性を探した方が、あ、女性のままで、そう、女性のままで男性を探した方が圧倒的に恋愛対象になる人数が多いわけじゃん、うんうん、ね、マジョリティになるから、うん、いや、それは有利だよ、うん、有利なんだけども自分の求めてるのはそこではない、しかも女性として男性を探すと、うん、相手も女性として見てくるわけで、そうそうそう、自分の性自認でやっぱズレは出てきて、うん、それこそなんか女性であってほしいっていう理想の相手からの形があって、うんうんうん、自分は苦しくなるわけ、うんうん、じゃん、やっぱそこは違う、ね、求めてるもの、求められてるものも、うん、だから、まあ、本当にそれこそ理解はしてほしいけど、うん、まあ、理解までは求めてなくて、うん、そういう人もいるんだなっていう形で思ってもらえるのが一番いいのかな、うん、いいかなと思う。なんか否定も肯定もしなくていい、攻撃的な否定だけはやめてねっていう、そうだね、そうだね、うん、そこだけ、なんか本当 SNS とかってどうしても攻撃的に、ね、な人がいるから、ね、からなりやすいなって思うけど、うん、でも今回バズった割には否定的な意見少なかったなと思って、うんうん、全部肯定的だった気がする、うん、すごいなと思って、うんうん、そう、あの、そういう言葉を投げかけてきた人も別に攻撃的ではなくて、うんうん、そのなんかこっちが理解してほしいって言ってることが理解できないみたいな、うん、なんか僕が理解してほしいからツイートしてるみたいな風にこう捉えられて、うんうん、で、なんで、あの、みんなに理解を求めるのって、そこが理解できないですみたいな感じだったので、別に攻撃してるわけじゃなくて、うん、向こうも疑問を投げてきた形で、なんで それをなんか人に理解してほしいって思うのみたいな感じだったので、僕は別に理解してほしいわけじゃなくて、まあ、こういうやつもいて、あの、その、恋愛対象が男性だからって言って女性に戻りたいとも思わないし、うん、っていう、うん、そう、そこだけ言ってね、うん、いいからね、うん、いや、でも難しいよね、かといってそのさっきとちょっと重複するけどさ、うん、その攻撃してきた人に対して我々が攻撃し返すのもまた違う、違う、そういう人もいるし、いるんだなって、うん、否定的な意見の方がいるのも当然っていうか、お互いに理解し合わないと、なんかちょくちょく例題に出すんだけど、僕の友達で、性同一性障害に関して否定的な意見の友達、ね、ああ、はいはいはい、はい、うん、よく言うの、はいはい、お話ししてくれる、そうそう、よくあの例題に出すんだけど、うん、ものすごく否定的で、うん、会うたびに、うん、まだそんなことやってんのって普通に言ってくるの潔いみたいな、もうまだそんなことやってんのって、うん、じゃあの女子戻んなさいよって言ってくるんだけど、あの、彼女の枠組みの中で性別を移行することが幸せだと思えないっていう、あ、だから彼女の価値観、彼女の価値観として性別を移行することイコール不幸だって、うん、不幸になるっていう枠組みの思考の中にいるね、うん、彼女は。
だから、うん、僕に不幸になってほしくないから、うん、性別を変えることに反対っていう。で、彼女はそれでこうその否定することで彼女なりに僕の幸せを願ってる。でもそれは彼女が僕に幸せになってほしいっていうことで言ってくれてるっていうのが彼女の幸せの価値観だから、そうそうそう、幸せの価値観で、うんうん、彼女なりの幸せの価値観の中で僕に幸せになるアドバイスをしてくれる、うんうん、だからあの僕個人を攻撃してるわけではなくて、彼女はその生き方が幸せになれるとは思えないっていうふうに言ってくるんです。で、その話はずっと平行線なの、ね、永遠に平行線なの、いやいやいや、今心地いいから、今幸せだからっていう平行線で行くんだけど、彼女なりの幸せを提案してくれてるので、僕は彼女に対してその意見を言ってくれること には感謝してるみたいな、うんうん、幸せを願ってくれてるっていうのがすごくわかる。で、平行線なんだけど、だからといって友達関係を解消してるわけじゃなくて、うん、仲いいんだよ。ご飯食べには行くんだけど、うん、その一点に関してはずっと平行線。でもそれってさ、すごい理想だと思わない？うん。だから僕も彼女の意見は尊重してるのね。うん、うん。うん。彼女の価値観で、その性別を移行するのが幸せだと思えないっていう価値観で言ってくれてる。でも僕は性別を移行した方が幸せだって思っている。で、ここはもうずっと交わんない。絶対。関しては、うん。交わんないの。うん、間違わないんだけど、彼女の愛情も感じてるから、もうそこで、あ、もうこれは、俺はこれでいいんだっつって、はい、話終わり、じゃあねって言って、うん、あの話を切り替えちゃうから。それ以外の点で、もうお互いに、うん、なんだろう、うん、それ以外の点に関しては、うん、お互いにね、あの好きでいるってことで、うん、そうそう、うん。だから、それって本当に理想な形なんじゃないか。だから、なんか、まあ、の周りにもあのカミングアウトして、その否定されて、否定というか否定的な意見を言われたとしても、うん、その否定的な意見を言ってくる攻撃はダメだよ。気持ち悪いみたいな攻撃はダメだよ。気持ち悪いみたいな攻撃はダメだけど、否定的な意見の裏にもしかしたらあなたの幸せを願って、特に身近であればあるほど受け入れられない人って、うん、親とか兄弟とか、ね、あのやっぱり辛い道を歩むであろうって思ってしまうから、うん、その道を歩むんだったら移行しない方が楽なんじゃないかっていうのから心配で否定っていうこともありえるから、うん、あの否定されたからって言って相手も否定するっていうのもやっぱりちょっと、うんうん、否定する意見も尊重しつつ、うん、自分の意見も自分の意見かなと。そうだ、だからそこに完全になんかどうしても理解してほしい。だから僕ずっとその平行線でいる友達に関してはもうそれ以上なんか説得しないの、うんうん、いいと思う。そう、うん、あの理解してもらおうと思わない、うん、もう思わないっていう言い方は失礼だけど、別に理解してもらわなくてもいい。彼女は彼女なりに僕の幸せを願ってるっていうのが分かってるから、でそのまま、うん、すごい素敵な関係、うん、いいと思う。だからあのみんなにそういう関係もあるよっていう。でも友達だよ。否定されてるけど友達だよっていう。うん。それがいいよね。うん、だからまあ、ツイッターとかってやっぱりね、その匿名な世界だから、うん、そういった関係性を作るのは難しいけど、うん、なんか別にお互いのその違いだったりとか、うん、ってものがあるんだなぐらい。ぐらいで、あ、そういう人もいるんだなそれぐらいでいいんじゃないか。うん、で、それ、今回のその、すみちゃんのツイートは、うん、それがもうできて、いて、うん、でもそのみんな肯定的だったし、うん、肯定的だった、すごい温かかった。否定的な人もなんか喧嘩もしないわけではなくて、ではなくて、うん、あの理解できないですぐらいの感じで来たから、別にすごい、うん、いい世界だなって思った思ったなんか温かいなって思ったありがたいよね。だからなんか、うん、お互いが、まあ、ね、もう本当何回も何回も言うけど、うん、認め合うとかっていうのも大事だと思うんだけど、うん、まずはもう知ることでいいんじゃないって思う。うんうんうん、そう、知るだけでいいと思う。うん、そっから、うんうん、ほら、あ、って、あ、そういう人もいるんだなっていう知識を得ました。うんうん、いいんじゃないかなと思う。うん、ね、そんな感じかな。そう、本当にでも、なんか日々そう思うよ。うん、いろんな、だってさ、うんうん、いろんな人がいるもん。いろんな人いる。うん、LGBT 関係なし、そうそう、やっぱり価値観の合う、うん、合わない、うん、
は本当に、そうそうそう、家族でも違うし、違うし職場でも考え方違うし、そう、でその延長線上だよね。うん、そう、本当その延長線上だと思う。ただ性別に関すること、うん、そうそうそう、が我々は共通してあってっていうことだけで、うん、そうそうそう、うん、です。はい、でまたね、そういった話もツイートでどんどん流せてね、またいろんな意見を取り込められたらいいかなと思ってますので、で最近あのガールズトークのツイッターあまり発信してませんが、してませんが、これからまたどんどんそうです、ね、はい、発信していけたらいいなと思ってますので、はい、はい、今後もぜひチェックしてください。ありがとうございます。はい、はい、では今月前半はこの辺で、メインパーソナリティの牧と清澄でした。バイバーイ。